ヒプノシスマイクオルタナティブラップバトル。さてと、今日も一日元気に頑張ろうぜ。さて、今日の依頼はと。はい、よろずや山田です。依頼っすね。すぐ行きます。よう、今日の予定はどんな感じだ？次郎と三郎はちゃんと飯食ってるかな？食いすぎて眠い。ちょっと気合い入れ直すか。昼飯、お前は何食うんだ？おい、カレー食いに行こうぜ。うまいカレー屋知ってんだ。飯と一緒に飲むなら、やっぱコーラだな。次の仕事の前に本屋に寄れそうだな。午前の依頼完了っと。いや、無事終わってよかったぜ。あーくそー、こんないいとこで終わりかよ。早く続きが読みてえな。今日の夕飯の材料と、買いに行かねえとねえな。よし、もう一頑張りすっか。次郎、飯の前に宿題終わらせろよ。三郎は大丈夫か？はあ、ようやく終わったぜ。明日も頑張るとすっか。風呂入ったか？俺はこれからだ。あとちょっと、霧がいいところまで新刊読んじまいたいな。今日も一日お疲れだったな。あんま無理はすんなよ。よっしゃ、こっから夜のアニメタイムだぜ。ちゃんと飯食べてるか？食わねえと体が持たねえぞ。そろそろ寝るか。次郎と三郎、また喧嘩してやがんのか。明日も早いから寝るとすっか。どうした？俺の顔に何かついてっか？悪い、今ラノベ読んでんだ。おう、お前も一緒にアニメ見るか？ああ、サバ味噌食いて。なんかあったらよろずや山田に来いよな。何でも解決してやるぜ。上向いてこうぜ。地べた見てたっていいことなんか起きねえからな。次郎のやつ、また変なことに首突っ込んでねえだろうな。三郎のやつどこ行った？って、まあ、あいつなら大丈夫か。さまとき、いつかあのクソみたいな壁をぶっ壊してやるぜ。アニメや漫画をバカにする野郎は人生の半分以上を無駄にしてるって言えんな。喉乾いたな。確か冷蔵庫にまだコーラ残ってた気がすんな。椎茸か。俺はちょっと食えねえな。おいおい、なんでわざわざ自分の弱点なんて話さねえといけねえんだ。頼まれてもごめんだな。なんだ、俺の目が気になるってか？結構気に入ってんだこれ。困ってる奴がいれば助ける。なのは人として当然のことだ。俺は礼儀を重んじるタイプだぜ。まあ、中には例外もいるけどな。ん？どうした？やめろ！くすぐってえだろうが！次郎はもっと自分に自信を持つべきだな。そしたら今よりもでかくなれる。サブローはもっと信用する人間を作るべきだな。そしたら今よりも強くなれる。